はい、皆さん改めましてこんばんは。看板娘看板男のコーナーです。早いものでございます。もうすぐ10月で3年目ということでございまして、それもたくさんの方々がゲストとしてお越しいただいております。今日はですね、久しぶりの男性でございます。しかもですね、しかもこれがまたすごいですよ、この真っ赤なね衣装まあ最初から言った悪いんですけども、僕よりだいぶ年上の方なんですけどもでもね、肌ツヤすごくよくって、ね、ちょっとこれ本当にミステリアスな方でございますので、はい、今日は楽しみにね、いろいろとお話を聞きたいと思います、はい。もう早速登場していただきましょう、はい。吉沢隆さんですね、親孝行の孝と書きまして、はい、隆様でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。一言ちょっと、はい、いや恥ずかしいな、これしかしお似合いですね。お似合いですね、素敵。この服は作っていただいたということですよね。そうなんだ。もう骨董品屋で、はい、その古いお家から、うんうん、いらないもんですよね、はいはいはい。でこう和歌山は、縫製工場が多いんですよ、はいはい。で縫製工場が多くて、で個人のお家にもその切れをそのお勤めした人が切れをずっとこう持ってるんですよね。で自分で縫いたくて、はい、それはもう30年ぐらい40年って経ってもうずっとそのお尻の中に入ってるやつがこういう切れなんですよ。でこういう切れで、はい、シャツを作ってくれる人がいて、はいはい、で帽子を作ってくれる人がまたいて、はい、でこうこれ生地作ってくれてね、そう合わせてくれてる、そうリバーシブルになってる。でこの後ろもそうですね。そうですね、はい、お揃い。ああ、なるほど。はい、でちょっと立ってもらってもいいですか。ここにもこれジーンズのここにもね、はい、お揃いです。かわいい。でこれボタンですよ。ボタン、これフェイスブックでお友達になった人が、はい、これでその僕は四天王寺行くんですよ。四天王寺に骨董石があって、はい、目指したいから人一倍目指したいから、はいはい、こういう衣装で人に寄ってきてもらいたいなって思ってこうするんですよ。でこうその生地も売ってるんでこういうふうにしてもらったんですね、はいはい、大阪の人でこう、はい、どうせだなと思って自分で縫ったんです。でインターネットのフェイスブックの友達でボタンをつけたらって言ってボタンをつけました、ね、はい、まあ、かけてください、はい。ということで、まあ、この衣装から見て服屋さん何屋さんということでございますが、はい、実はその、これ力士本舗、はい、力士本舗っていうのは力と士本舗、ということですけども、何屋さんなんですか。由来から言っていいですか、ね、はい、どうぞお願いします。僕は横浜生まれで、はい、力士のり本舗のり、はい、っていうのを父親と母親がやってたんですよ、はい。のりっていうのは接着剤、はいはいはい、でんぷんで作ってたのりなんですよ、はいはい。でそれを小さい頃から継いだらいいねって言ってくれたんだけど、うん、28の時に、うん、継げないんだっていうのが分かったんですよ、はあ。僕が提案したことに対して父親がこう、はい、それはできない、はあはあ、のりに色をつけよう、はいはい、たらどうって言って、うん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 、絵の具を混ぜて、はあはあ、ピンク色だとか黄色だとか見せたんですよ、はあはあ。僕的には良くて時代的にも合ってたんで、はあはあ、あいけると思ったんだけど、まあ、父親はそれが嫌だっていうんで告げなかった、うん、ね。でこう横浜だったんだけど関西に出てくるきっかけがそこにあったんですね、うん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 。で父親がもう他界してその何年か経った時に名前は継ぎたい、うん、で力士本舗、あ、骨董品屋さん的にはこう合わないんですけど、はいはい、でも自分的にはもうそれはどうでもよくて、はいはい、名前を継ぎたかった、ね。あ、でもいい話ですね。いい話、うん、素敵。なるほど。それではそこの骨董屋、本当は業種的に言うと古物商ですね。なるわけですね、はい。その今までで一番嬉しかったことって今ここにちょっと書かれてるんですけど、それを28歳の時に彼女に振られてとこうなっておりますけど、そうですね、振られて一番嬉しかったことは関西に来たが嬉しかったんですかね。まあいろいろあったわけですね、うん、はい。この瞳の奥の方には何か今浮かんどるんですけども
まあ、年齢から言いますといいんですか、どうぞ、ね、肌ツヤすごい綺麗なんですよ、もう本当に。もうカメラさんアップでお願いします。還暦とは思えない本当に、ね、どこからその若さが出てくるんでしょう、ね、うん、朝運動してますね。あ、何の運動ってこれはダイエット聞いとかなきゃいけないんで、あの歩くんですか、腕立て、腹筋、はい、屈伸、はい、で自転車通勤、やりましょうやりましょう。何回ぐらいやるんですか腹筋とか。いや20回ぐらい。あ、20回ぐらい、うん、自転車効いてますね。あ、自転車でもずっと通勤で3キロぐらいなんですけどね。いやでも3キロ遠いですよ意外と、うんうん、やってみましょうか。これから梅雨時ですから雨降ってきたやっぱり車でって来られます、ま、うん、毎日はないですけどね、車で行く時もあるけども、はい、まあ、話は戻しますけども、彼女に振られて関西に来たということでございますが、うん、なんかもう苦労してないんですよ僕は、その若い時ねだからそのお金にこう困ってないんですよ、うんうん、だからこう何でもこうその両親がお金出してくれるから、はい、でこうお金使っちゃうし、でこう振られた後にものすごいショックで、どこに原因があるんだろうなって思った時に、ああお坊ちゃまなんだなって思って、だからこれ解消するには出た方がいいやって思って、その関西にこう横浜からあの来てた人がいたんですよ、僕の兄貴分なんだけど、その人も授業に失敗してしてたんで、僕の夢見たっていうふうに言ってたんですね当時、寂しそうな顔してるって、それで来いよっつって来て遊びに来たんですけどね、でこう居心地が良くて、で精神状態もかなりこう弱ってて当時で、来る決心して来て、お前はボンボンだから廃品回収やったらいいんじゃないの、で古新聞の回収をしだすんですよ、もうその前まではその東京でセールスマンでネクタイしてやってたのに恥ずかしかったんだけど、やりだすと水があったっていうかすごいあって、苦しい時もあったんだけど5年間ぐらいやったんですよ、これは向いてるなって思って、もうそれがもう生きる基本になってますね今。言葉が重いですねいや言葉が重い、ヒデさんがおおって、いやあのね、うちのスタッフも、うん、いやでもあのああいう新聞回収とか、ね、やったことあるんね、あれなんね、ちり紙交換とか、そうですよね、そうそうそう、ね、最初そういうのをやっぱアルバイトしてるから分かるんだけど、意外そのそれをこう今転職のように言われたでしょさらっと、これって結構大事なことなんですよ、で今本当にそのなんちょっと最初は恥ずかしかったけどっていうことだったけど、今まあいろんなもの見せてもらったんですけど、ここにあのこう魂をこう吹きかけるというんでしょうかね、あのなんて言ったらいいんでしょう、僕が言うと軽いですけども、あのこれはね、ほら可愛い、昭和20年ぐらい、昭和20年顔めちゃくちゃ可愛くないですか、生まれてないですまだ、でこうあ足が太いんですよ、足が太い、あ本当、でこうそれちょっと見せてあげて、しょうこちゃん、ちょっといやらしか、いやでもかわいい、かわいい、あのねここにね、ストッキングのね後ろの方、線まで、ピュッと足映るかな、もうちょっと太めやな、うん、確か太めやわ、でこうちょっとこっち、これが昭和 20年か30年ぐらいじゃないかなと思うんですよ、ストッキングの線が徐々にこうその足が細くなって、あすっごくよくできてるんですよ、なるほど、ね、でこうこれは当時作った人とか使ってた人がその時の気持ちがそのまま入ってるんですよ、ちょっとあの聞きのちょっと、はい、ちゃん聞き逃したらあかんよ、はい、今何て言ったと思います、何ですか、もうお人形さんと遊んでる気分になってしまって、もう一回言うてください、もう今ね、はい、だからその当時の、はい、もう一回お願いします、当時の作った人の気持ちとかこれで遊んでた子の気持ちが
そのまま入ってるんですよ。他の人にはなかなかそういうの分からないけども、うん、でこうこれをこう翔子ちゃんはこう画像で見て可愛いなって言ってもうそのお人形がね翔子ちゃんとこ来たいよね。翔子ちゃんが欲しいんじゃなくてお人形が来たい、はい、お人形の気持ちがあるんだよね。でこうあのこれはそのいらないもんとして処分するからって言ってあの2、3日前に解体現場から引き上げてきたんですよ。これは2、3日前に2、3日前うーんとこのお人形さんからしたらもう掘られるとこやったんですよね。そうですよね。だからお人形としてはまだ行きたいわけよね。うーんなるほど。そのお人形の使命っていうかでもどんなにいいもんでも捨てられちゃうもんもあるんだけれどもそこんとこがこうちょっと今の日本のこの豊かな日本の社会にすごく格言が散りばめられてますね。鳥肌立ってきた今見たいです。心の中見て何のこれと思ってたけどなんか素敵なトランクの中にいろんなものがいっぱいそこ持っていきましょうか。ああ、うん、不思議なものがいっぱいあります。不思議なものがいっぱい これなんですか。これ触っていいですか。はいはい、こ見てください皆さん こんな大きなこれもこれはあのワーゲンのトラあの僕の車にくっつけてるオブジェなんです。なるほど。でそれは実際何ですか。これちょっと待ってください。目覚まし時計なんですけどこのデザインはね多分1970年ぐらいのデザインなんですよ。で1970年ぐらいのデザインはほとんどこれに近いんですよ。こうあの万博いつだったのかな万博の時代的なんだね。でこうこれは、ね、これは何なんですか。お砂糖入れ。砂糖入れ。シュガーここにスプーンですね。じゃあそうですね。非常に無駄な作りですよね。無駄な作りだけど面白いな。だからそのこれはね売りたくないんですよ。あ売りたくない。これはこれの形見た時に僕あれ思い出したんですよ。あのゲゲゲの鬼太郎のあの鬼太郎の目のじゃあその時代なのかな。 ね目玉あ目玉親父だからそんなんがその当時あったんかなんか懐かしいイメージはありましたわ。この時代はねこのこれがこのデザインがすごくいい。なんかあのタイムスリップしたみたい。あの昭和のね面白いこの次これいきましょう。あ言ってください。何ですかこれ。じゃ普通の紙とちゃうんですかこれ。紙なんだけど、うん、あ柄がもうこれもですか。全然もう外すぐらい柄がすごい。今のあれ柄やわ。これ懐かしい。なんかこれかわいい。でこれはねこれはね、西ドイツ製って書いてあるんですよ。西ドイツ製、うん、これかわいいですよ、はい、西ドイツで多分作られたんですよ。ああ。安い単価で作られて日本に持ってこられた、はあはあ、でそれが雑貨屋さんがあのもう解体するんで、はい、解体さんに呼んでもらって行ったらこれがあったんです。へもうこれはなんかもう開けるんですか。開けるんですよ。そんな開けなきゃいけない。やだ別にいいじゃないですか。別にいいじゃないですか。これね開けないとね説明できない。あほんま1枚ずつ。あこれさっきのこれとよく似てるよね。うんこれはわざと色をずらしてるんだねこれね、うん、ほらかわいい。でこういうものが100円ぐらいで売れたらなっていうところですね。あ私これ今日100円で買いますよ。いやもうもらってください。これめちゃくちゃ可愛いね。可愛いですよね。これさなんか飲食店とかに行ってパッと置いてあったらめちゃめちゃ可愛いと思いませんね。うんなんかこういうのが出てきたら、ね、でもそれをなんかこうそういうのをこう展示する見るだけでもなんかいいじゃないですか。うんちくというかこれこうこうでって、ね、並べてね、うん、しましょうよ。そういうのいいじゃないですか。もう倉庫にいっぱいあるんですよこれは。しましょうよ。その倉庫どこにあるんですか。そしてね倉庫ちょっと待ってください。倉庫そっちにその僕のチラシあるんですか。チラシあるんですか。持ってきます、はい、それも面白いよね。